ウィーン中央駅は、オーストリアウィーン10区にある、オーストリア連邦鉄道の鉄道駅。二組の東端式ホームが逆 L 字型に乗り入れる配置になっている、ウィーン南駅を改良し、通過式ホームのターミナル駅となった、オーストリア南部鉄道、東部鉄道、西部鉄道の結節点となっている、東側から見た、ウィーン南駅工事中の中央駅、南駅の一部が解体されているウィーンに、 中央駅を設置しようという計画は19世紀末よりあったが、資金面の問題から何度も棚上げになっていた。2006年12月15日に土地の公共物指定計画が決定し、2007年6月12日、近隣の S バーンジュートティローラープラッツ駅の改築などを含めた準備工事の起工式が行われた。2009年12月には、 南駅の一部が閉鎖されて、駅本体の工事が始まり、それまで南駅を発着していた南方面の長距離列車は、ウィーンマイドリング駅発着に変更された。2012年末には、駅施設の一部が先行開業し、2014年12月に全面開業した。名前の通りウィーンの代表駅となることが期待されているが、南部に延長される。 地下鉄 u 通線が中央駅に直接乗り入れる計画がなく、市内中心部への接続の悪さを指摘する意見もある。中央駅の西を通る地下鉄 U1 線、須戸タイロラープラッツ駅はハウプテボンホフ駅に改称されたほか、シデンディーバンはこれまでウィーン南駅の東側で折り返していたものを1、区間延長、中央駅降下下へ乗り入れ、 ここにハウプテボンホフオリジナルサウンドトラック、停留場を新設している。貨物駅の廃止、また2組のホームがまとめられて、よりコンパクトな駅配置になることにより、まとまった広さの土地が余剰となる。空いた土地には5500の住居、オフィスを収容する新しいバイクが作られ、ジュートティローラー広場に面する正面入り口の周辺には高さ60メートルの高層ビルが10棟、 100メートルの超高層ビルが一棟建てられる計画である。さらに、再開発される一帯の中心部には、公園も造成される。これらの建物は、近隣のベルベデーレ宮殿周辺区域の景観を、損ねない配置となるように計画されている。再開発の費用として、約20億ユーロが投資され、このうちオーストリア国鉄が、約6億ユーロ、ウィーン市が約1億5、0ユーロ、 残りを個人投資家たちが出資する。地下に相対式ホーム1面2線、地上に島式ホーム5面10線がある。地上ホームのうち3から8番線は現在工事中である。ありがとうございます。